どもども、あかねちゃんやで。ようやくここまで来たで。最近は天候が悪かったり、滑走路が例年になっていたりして、あんまり飛ばせへんかったから、その分こっちが進んだ気がするで。ちなみに、ヘッドライトと上のランプは別々に制御してるで。一見すると問題ないけど、実際には問題が山積していて、アルバトロスとアバンティは引っ張れるけど、ラパールはいろいろとサイズが合わなくてダメとか、アバンティは引っ張れるんやけど、外れやすいとか、とにかくいろいろあるで。引っ掛ける部分の再調整が必要やな。あと、ランチボックスが、勝った直後に気がついたんやけど、実はキアヒが変えられないらしくて、制御が難しいで。コントローラーで制限はしてるんやけど、正直、もっとローニアにしたいで。まあ、天気が良くなったら、実際に外で引っ張って、その後に調整してみるで。ほな、高評価とチャンネル登録をよろしくな。ほな、またな。